はい、じゃあ皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2023年無事始まりました。さあ本日はなぜか横須賀から始まりますよ、ね、ちょっと弦がいいので、ね、小泉さん首相のご実家が右手に見えます。これね、ソーラーパネルがついてるの。そうでしょ。そうおじいちゃんもっとヤクザらしいからね。マジか。意外とちっちゃいよね。もっとでっかいかなと思ったけど、いや向こう側結構大きい、ね、あ、でかいんだ。あ、今日は天気がいいっすね。天気いいね、うん、もうずっとお正月から ね天気もんな。いいお天気で。え、あっちゃんじゃあ何、なんだっけ、何坂行くんだっけ。違うよ、せっかく横須賀来たんだから、もう我らが愛の山口百恵ちゃんの、ね、横須賀ストーリーのこれっきり坂ですよ。これっきり坂そんなのこれっきりもうだからね。正月から歌も披露しちゃってるだから一瞬流すからさ、カラオケ。なんで全国ネットでね。全国ネットで実は全世界ネットだから、ね、大ファンだったからね、大ファンね。あれ、じゃあそれっていつからあんの。もうずっと前から。え、コロッキーだって坂道はずっと前からも何も坂道お前亡くなったり出たりしねえよ。違うよ、命名されたっつってんの。青なった。あ、ここ曲がるよ。いや、いい、分かってねえなお前たちは。コロッキー坂、コロッキリ坂、ちゃんとみんな歌いながら行こうね。チャレレ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 。あれ、ちょっと待って、どっちだよ。侵入禁止だよ。え、いや、平気、こっちは平気、こっちは平気、こっちは。これがそうなの。え、違うよ、ここじゃ。あ、これこれっきり、これっきりもこれっきりですか。あ、ごめん、間違えた。こっちこっち。あれ、あれ違うよ、どこだ。なんだよ、これって書いてないの。違う、分かった。あのね、せっかく歌ったのに。ここ。じゃあもう一回。じゃあ、行くよ。チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ。これっきり、これっきりよ。これっきりですか。何よ、お前ら。急な坂道駆け抜けたら行き止まり。せっかくだからさ、あの海見てこうよ。おう、止めてな。今も海が見えるのでしょうか。まーちゃん、まーちゃん、止めてここは。もう止めて。この子はダメだよ、もう。もうダメよ、もう。平和モニュメントとか、ねえ、根川浜砲台やと。あ、ちゃんと歴史を勉強して。そう。桃井ちゃんが勉強してる場合じゃねえだろうか。あ、すごい、ね。あ、結構あれだって。ちゃんと残ってんだね、これ。たまには階段登んないとさ、足腰弱くなっちゃう。やばいな。まあ、カブばっかりだってと。これですよ。あらま。マジか。おお、すごい眺めいいじゃん。何よこれ。あったのね。すごいね。おお、眺めいいんだこんな。猿島と、千葉も、房総半島も見えますね。へえ。今も海が見えるんでしょうか。ここは横須賀。あっちゃんの声、ね、あっちゃんの声歌ってるのバックに流してやるよ。これいいね。でもまあ俺の中では桃井ちゃんかな。桃井ちゃんか。そっか。桃井ちゃんですよ。あ、横須賀で。これね、入山津中学っていうのがね、これ右に曲がると桃井ちゃんの中学。あ、え、この真正面のは桃井ちゃんの小学校ね。この鶴久保だよ。鶴久保小学校。え、入山津なの？桃井ちゃん。これ桃井ちゃん小学校2年生からかな。まあ、俺のリサーチによると。お前昨日夜一生懸命調べたんだろう、お前。いや違う、ファンだもんな。マジかわ、常識です。じゃあその前はどこにいたのかな。え、何え、あ、その前はその前三つ橋横浜の三つ橋。マジか。そう、ほら、みんな拝んでさすが。これが小学校。小学校鶴久保。そんなことより桃井ちゃんの住んでた中学校団地行こう。団地、え、
あ、そっか、団地な、団地な、団地、団地、はい、曲がるよ。マジか、曲がるよ。これ、桃ちゃんの通学路だからね。マジか、心してかかるよ。もう50年ぐらい前なんですよ、ほら、ここ、団地。あ、これ、ああ、桃ちゃんの、あ、これマジで、そう、え、こんなとこ住んでたんだ。いや、こんなとこって、それ失礼でしょ、あれ。え、だってそうじゃん、桃ちゃんからするとなんか、そういうイメージないじゃん。苦労してんだぞ、お前。だからお前、あんな影がある感じになって。あっちゃん、あっちゃん、これ、桃ちゃんどこに住んでたの？この。いや、それはね、わかんない。俺はお前とは言えない。それは言えない。秘密？言っちゃダメなことになってる。桃ちゃんと俺との間で。まーちゃん、まーちゃん、どうする？2号室だった。それ号室だけは言わないでねって。あ、一回止めていいよ。あ、いや、止め、次はね、皆さん お待ちかねの、はい、止めてもいいよ。止めてもいいよ。一回止めるわ。いやー、素晴らしい。楽しんでいただけましたか。出たよ。楽しんでんだ、お前だけだろ。